ゆで卵塩麹和えの完成形です。はい、皆さんこんにちは、アラフマンです。今日は鍋で10分つるっとむける半熟ゆで卵塩麹で和えて作り置きの解説していきたいと思います。おもむろにまず生卵ですね、これをゆで卵にしていきたいと思います。コツはまずひびを入れる、そして鍋に置くと、これを繰り返していきます。卵の尖ってない方ですね。尖った方じゃなくて尖ってない方をスプーンの背のところでコン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 カチッっていうところまで。音が変わりますね。コン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 カチッっていうところ。そこを、狙って叩いていきます。あんまり叩きすぎるとね、ひびが多く入っちゃうので。その後、鍋に1センチぐらいですね、水を入れます。いつもね、こう鍋、ゆで卵をするときって、鍋のひたひた、ってか卵がひたひたになるまで入れてたと思うんですけど、基本的に私これ使ってるジオっていう鍋は、蒸し茹でにできるような感じなので、まあ、ご家庭にある鍋、大差ないと思うんですけども、意外といけちゃうので、水少なめでやってみてください。時短にもなると思います。で、タイマーで10分セットします。このタイマーちょっとね、以前なんか東大生が勉強する時のタイマーに使えるっていうところで Amazon で紹介されてたので、ポチってみました。なかなかいいのでね、料理でも普通に使っている感じです。よければ概要欄に貼っとくのでご覧ください。で、ちょっといらないところは早送りしていきますね。こういう感じで、まあちょっとやってる間にいろいろ片付け、清掃か、掃除していってます。意外とね、気になったところとか、ちょこちょこっと除菌シートとかで拭くのがね、いい感じですね。このね、コロナ時代になって除菌シート家に置く癖というか、なんか習慣がついたので、手だけ拭いて捨てるのもったいないなと思って、なんかこうね、ちょっとこう、あ、ここ汚れてるっていう時のタイミングでそこ拭いていって、まあ無駄にしないようにしてますね。というわけで、もう料理動画はもう5分経過した感じです。ちょっと早送りのスピードが速かったかな。で、4分半ってことは5分半ぐらいして鍋がふつ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 としてきたので、ちょっと慌てて火を弱めている感じですね。ちょっと弱めました。もともとね、弱火でいい感じなんですけど、中火から弱火ぐらいなのかな、ちょっと火の強さよくわからないですけど、とりあえず鍋がふつふついってきたら弱くして、ただ蓋は絶対取らないという感じですね。それで10分置いとく感じです。で、7分経過して、またふつふつふつついってきましたね。というわけで、またここら辺で火を弱めています。こんな感じですね。本当にごく弱火な感じですね。まあ、ご家庭のね、火力によっても違うと思うんで、ここら辺はちょっと皆さんもやりながら試してみていただければと思います。でも8分半とか経って、あ、残りあと1分だなっていうところで、あ、ちょっとそろそろゆで卵を剥く準備しなきゃというところで、まあ用意してたジップロックタッパーですね。タッパーに、まず氷をね、入れます。氷準備しておいてくださいね。冷凍庫からガサ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 して取り出しているところです。これね、これ今6時25分示してますけど、これ夜じゃなくて朝なのでね、ちょっとたまに早起きした時にタイミングでこういうことやってます。あ、なりましたね。20分経つのを止めてます。氷もね、久しぶり使うとガサガサ固まってるので、取るのに必死な感じです。で、蓋を開けて、こんな感じ。5個中1個が、あ、ちょっとひび割れてたから中身が出ちゃいましたね。まあまあ、なかなか5個丸ごとね、きれいにできることってないのでね、うまくできると嬉しいんですけど、いやいや、なかなか難しいもんです。で、鍋からは無印の、シリコンスプーンを使って、その氷を入れたジップロックの上に乗っけてるような感じです。こんな感じですね。で、熱いのでちょっと水を足して氷水状態にしてます。で、ジップロックの中で使うことで、まあ、洗い物、余計な洗い物はね、増やさないと。このジップロック後でまた卵入れるのに使うのでね、ボウルとか使うとまた汚れ物増えちゃうんで、めんどくさいなっていうところで同じものでやってる感じです。最初は熱いので、まあ氷の中に手をつけつつ、ガサガサ混ぜて冷やしている感じですね。熱湯から水に入れることで、中身の卵が収縮することで、より剥けやすくなります。
でこの状態で剥いていってます。1個目ですね、まあ、これでも十分剥けやすいです。こうやって殻がごそっといっぱい取れると嬉しいんですけどね、なかなか一気に、ああこれはいい感じですよね。ペロッと剥けました。理想としてはね、こう1回2回3回ぐらいで剥けるといいんですけど、なかなかそうはいかないですね。でシンクの壁にコンコンコンってやって、あやっぱ今回剥けにくいのでと言って、一番まあやりやすいのはこうやってシャワーというかあれですね、流しで流しながら剥くのがやっぱ簡単ですかね。皮とゆで卵の間に水を入れながらやるとスルッと剥けるようになるのでおすすめです。いつもね、このあ今いい感じですね、ちょっとこれ綺麗に剥けるとすごい嬉しいですよね。カンカンカーンとやって少しずつ剥いていきます。本当に皮とねゆで卵の間に水を入れるようにしてあげるとスルッと剥ける感じですね。あこれもいい、気持ちいい感じですね。まあ、朝から何やってんだって感じですけどね、まあ、卵ね10個入りで買った場合はだいたいもう5個丸ごと茹でちゃいます。先にね茹でとくと、もう置いとくだけなんで、別に冷蔵庫で 2,3 日は持つと思うので、あまあね、その後私のこの後のこの後少し見ていただくと、その調味料が役に立つのかな、役に立ってんのかなっていう感じはしますよね。あこれが最後、中にペロッと出ちゃったやつですね。まあまあご愛嬌というところで、最初のスプーンのねひび割れ入れるところがちょっと力入れすぎるとこうなっちゃうんですよね。なかなかその手加減のいい感じっていうのはやっぱ慣れてみないと分かんない感じです。普段ね動画撮ってなければこのままパクッと口に入れちゃう感じなんですけど、まあさすがにこれ、ね、私の歯型を見せるわけにもいかないのでっていうところで、まあちょっと包丁で綺麗に切ってみました。なかなか半熟でいい感じでしたね。で、こう剥いた時のジップロックはそのまま水で洗って、でゆで卵もちょっと殻ついてると嫌なので水でもう一回洗っておきますと。でそれで洗った後はこのね今から冷蔵庫から取り出してると思いますけど、これ生塩麹っていうなんかチューブ、なんていうかパックに入ってるやつ、真空パックに入っててそのまま液状になってるのでそのまま使いやすいやつなんですけど、卵1個あたり5ミリぐらい、1センチもいかないぐらいのチューブでピュッて出してゆで卵と和えてる感じ、あえてるっていうか、まあ、乗っけてるだけなんですけどね、こんな感じです。でこれをもうちょっと冷えたらね、ちょっと、ま、ちょっと先に締めるの早いですけど、冷めたらタッパーを蓋をして冷蔵庫に入れて 2,3 日ぐらい食べれるよっていうような紹介動画でした。まあ、忙しい毎日でもねなかなかこういかに楽するかってこと、いかに気楽に栄養を取るかってことを考えながら、なかなかうまくいかないものはないかといっていろいろ苦戦している感じです。よければねこの動画が参考になれば幸いです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。私アラフマンは日常の困ったことや何か気がついたことなどを皆様にシェアしていければいいかなと思ってます。今後もこういった動画音声等を撮っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。今日ご紹介した商品は全て概要欄とかに貼っておきますのでご参考ください。はい、ありがとうございました。失礼します。